シーズン折り返しの第5戦目は、魔物が住むスポーツランドスゴー。カレンダーの中で最短距離、そして日本特有のキャラクターを持つサーキットで、繰り広げられる初夏のチャンピオンシップ生き残り合戦。SF 第5戦スゴー、スタートです。魔物とお友達になれるかが勝負の鍵となる SF スゴー戦、スタートです。決してそうとは限らんぞ。このチャンネルではスーパー GT、スーパーフォーミュラの情報をメインに発信していきますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。高評価、コメントやシェアもよろしくだぜ。気温28度、路面温度36度とやはり予報通り、タイヤにはかなり厳しいコンディション。特にスゴーはアップダウンと右回りの高速コーナーにが多く、最終コーナーでリアグリップがないとホームストレートでトップスピードが、ピットタイミングの戦略に加え、各ドライバーのタイヤマネージメントも重要になってくるな。そしてオールレッド。ボールスタートの大湯が1コーナーを制すも、野尻と平川が若干遅れる。牧野とローソンがいいスタートだったな。そして松下がエンジンストールし、さらにヘアピンから S 字にかけて関口とアレジが交錯。セーフティーカー。まずは野尻のスタートリプレイ。続いて野尻の真後ろにいた平川。野尻はポジション3つ落としたが、平川3つどころじゃなさそうだな。そしてアレジと関口のインシデントのリプレイ。アレジが外の芝生でコントロールを失ったのか。でもこのアングルだと山本に押し出されたようにも見えるが、関口は完全に巻き添えを食らった形だな。アレジのマシンの左側にはダメージ、関口はフロントイングがマシンの下側に引っかかり大きくタイムロス。結局この2台はリタイアとなってしまうわ。そしてセーフティーカーからレース再開。トップの大湯が逃げ切りの体勢に入るのかと思いきや、ペースが全く上がらず後方がトレイン状態。ピットイン動がオープンになると中段のマシンが何台かピットイン。上位勢ではペースが良さそうに見えた牧野がピットインすると、それに合わせるように野尻もピットイン。アンダーカット阻止できるか。そしてホームストレートではペースの上がらない大湯に対し、宮田が OTS を使ってあっさりオーバーテイク。OTS でこんなにスピード差出たかってぐらいあっさりだったな。そして坪井もそれに続こうとホームストレートで並ぶ。大湯も OTS を使い抵抗。しかし、ブレーキングで完全に体勢を崩してしまった。実はこの時大湯のマシンにはあるトラブルが発生していたわ。なんか、さっき途中からなんかおかしい、ぶつかれてからなんかおかしいんだけど、ぶつかれてなんかギアが保たない。どういうことだ？TGM の池田代表によると、朝の練習走行でマシンのセットアップを変えていたのよ。セットアップが極端に合わないマシンになってしまったのか？いや、正確にはセットアップを攻めすぎてしまったのよ。決勝はよりダウンフォースを得るために車高を下げた結果、最終コーナーでフロアをヒットしながらの走行になってしまった。実際にリプレイで見てみると大湯選手のマシンが、最終コーナーでかなり下打ちしているのがわかるわ。今すごいすりながら最終コーナー走ってたな。違う週のも見てみると、のタイムギャップというのが大湯たちの戦いになるんですね。そうですね、はい。宮田りともが OTS 使ってきました。これ初めて使ってる方。本当だ、乱気流の影響でスピードを乗せづらくなるはずの宮田の方がマシンが安定しているのに対し、大湯はマシンがすりながらアウトへ流れているように見えるな。そりゃ最終コーナーからホームストレートでスピードが乗らないわけだ。失
しかもさっき飛び出してしまったから、マシンはさらにダメージを負ってしまったんじゃないか。マリサの言う通り、コース復帰後もマシンは主に最終コーナーで下打ちを続け、最終的にはフロアに穴が開いてしまい、リタイアとなってしまうわ。ポール取って今回こそっていうような形だったのに残念だな。もしかしたら無限やトムスに対抗するには、そこまで攻めないと勝負できないのかもしれないな。そしてリードを奪った宮田はハイペースにラップを刻み、後方を引き離しにかかる。あとはピットをいつも通り引っ張るのか、それともアンダーカットを警戒して早めに入るのか。ただ今回は17周目でピットイン。トップの宮田が9秒前半に対し、アンダーカット組は8秒後半。このままでは逆転されてしまうと判断したか。素早いピット作業で送り出すも。おっと、危ない危ない。そしてアウトラップの宮田にのじりが仕掛ける。をしっかり抑えた。一方上位勢でステイアウトを選択したのは坪井、ローソン、山下、平川。ただペース悪くないか？そう、この時トップの坪井は9秒台後半、時20秒台なのに対し、アンダーカット組は8秒後半から9秒前半。これをあと20周もしてしまえばアンダーカット阻止どころか、10段ぐらいまで順位を落としてしまうぞ。しかし作戦を決行した以上、SC にかけるしかなかったのか。4人とも最終盤までステイアウトを選択。本来前に出てペースを上げれるはずのローソンも坪井に付き合わされる形に。35周目に坪井がピットインする頃には、30秒あった宮田とのギャップは11秒まで縮まってしまったわ。今回ばかりは引っ張る作戦は裏目に出たな。そして坪井がピットから出ると、順位は KCMG の後ろ。事実上の7番手での復帰となったわ。フレッシュタイヤでここから巻き返せるか？一方坪井で長い間詰まっていたローソンは、ピットに入る前の数周の間にペースを上げる作戦に。実際10秒台が9秒台になってるし、ここでプッシュして坪井の前に出たいな。ローソンはここでレースリーダーの宮田と同等のタイムを記録。ペースはある、詰まってたのはやっぱり失敗だったな。40周目に平川、42周目にローソンがピットイン。問題はどこで戻れるか。平川は坪井の前に出れなかったけど、ローソンは前に出ることに成功。そしてアウトラップの平川に山下が襲いかかる。平川は今回上位からのスタートだったが、スタートから作戦まで、いまいち噛み合ってないな。ラスト2周、ここで4番手争いが接近。大島と小林カムイ。大島は確か真っ先にピットに飛び込んだドライバーだったな。一台体制のルーキーレーシングは千載一遇のチャンス。ここで大きなポイントが欲しい。しかしこの2台を追うのが先ほどピットインしたローソン。国本のミスで6位に上がると。8秒フラットというファステストラップを刻みながら2台を追う。残り2周で射程圏内。カムイの一瞬の隙を逃さなかったローソン、これで5番手浮上。 OTS はまだある。うまくいけば馬の背で狙えるぞ。ローソンはもちろん OTS 使いっぱなし。あ、意外と距離が詰まらない。そして第5戦スゴーを制したのは宮田理友。鈴鹿に続き、今シーズン2勝目。さあ、4番手争いはどうなった？大島が逃げ切ったか。なんとこの4位は SF のルーキーレーシング最上位。大島も2019年のオートポリス以来、4位以上の順位でチェッカーを受けたわ。2位には復帰したのじり、3位には牧野が今季初の表彰台を獲得したわ。ダンディライアンもようやく復調か。そして最後尾スタートの坂口が10位に滑り込み、
チャンピオンシップは宮田がトップに、ローソン、野尻が続き、坪井までがチャンピオン争いの圏内にいると言えそうね。まだ4戦あるが、平川、山下あたりはここから2連勝ぐらいしないとかなり厳しいな。しかし宮田がここ最近で一皮むけたというか、完全に勝ち方を覚えた感じだな。脇坂さんの言う通り、宮田りとも時代のトムスの幕開けかもしれないわね。そして今週末は富士公式テスト。こちらの詳細はまた別の動画で触れる予定です。では今日の動画はこの辺で、また次の動画でお会いしましょう。